アーチィーベルザ・ドレルズはアメリカ南部ヒューストン出身のリズムブルースのボーカルグループである。タイトゥンアップは全米1位の大ヒットとなった。アーチィーベルは1944年9月1日、テキサス周辺ダーソン生まれ。1歳になる前に家族はヒューストンに引っ越している。アーチィーは7人兄弟の2番目で、兄弟には南カリフォルニア大学のスター選手で、 NFL のフットボール選手として活躍したが、若くして亡くなった、リッキー・ EN、リッキー・ベルがいる。1966年になり、アーチーは、友達仲間のジェームス・ワイズ、ウィリー・パーネル、ビリー・バトラーとバンドを結成した。1967年には、地元ヒューストンに拠点を置く、レコードレーベルのオバイドと契約し、1967年10月には、レコーディングを開始した。 インストゥルメンタルバンド TSU トルネードスをバックに据えタイトゥンアップシーズマイウーマンといった曲を録音した。当初シングルタイトゥンアップはヒューストンのみで発売された。これがヒットし目をつけたアトランティックレコードが1968年4月このシングルの全米配給を開始。同年夏までにビルボードのリズムブルースチャート ポップチャートの両方において1位を記録する大ヒットとなった。同シングルは100万枚の売り上げを達成し、アメリカレコード協会からゴールドディスクを授与された。この大ヒットにより、バンドは新しいアルバムを早く制作するよう、アトランティックレコードから依頼され、同じ年の1968年中にはフィラデルフィアソウルの多くの名曲を手掛けることになる。作曲チーム、 ギャンブルハフと共にアルバム、I Can't Stop Dancing を作り上げ発表した。これもリズムブルースチャートにおいて28位を記録し、まずまずのヒットとなった。ありがとうございます。